そこを話し合うためのパーリー会議なんだし。パーリー会議とはパートリーダー会議のことだ。学校によってパーミーだとかパーリー会議などと略されている。サンフェス人質に取るなんてひどいと思う。今までのうちらの伝統全無視じゃん。でもここで滝先生に逆らって練習拒否したら本当に出場できなくなるよ。いいの？それにサンフェス出ないのはあくまで1週間後の合奏の内容によってはということだし。はぁ、野口くん真面目にやろう。はーい。今香織が発言したところ。なんて言ってた？先生に逆らったらサンフェスに出場できなくなるかもって。北宇治高校吹奏楽部は現在60名を超える部員を有する。その部員の意見をまとめ、部の方針や問題点を話し合うのがパーリー会議で、格好よく言うと我が部における最高意思決定機関なのである。低音パートはどう？そうだよね。どっちの言ってることもわかるけどね。私は。あ、そう。